先進ン、アンドログラフィスパニクラータとは、キツネの孫科の一年生植物であり、インド、スリランカ原生のハーブ、サンビロートと呼ばれることもある。先進ンは高さ20センチメートルから1メートルくらいまでの中型の一年草で、東南アジアから中国にかけて広く分布する。茎の先端に塩水状の果樹をつけて、たくさんの花を咲かせる。花の直径は、 1> 約1センチメートルで白色に赤紫色の斑点がつく。果実は長さ2センチメートルくらいのついたち果てで、中には10個ほどの大色の種子が入っている。南アジア、東南アジアにおいて広く栽培されており、伝統的に感染症やいくつかの疾患治療として使われてきた。主に根や葉が薬用として用いられ、いくつかの場合では植物全体が用いられる。 タイでは、風邪の治療などに、ファータライチョンとして利用され、インドネシアでは、競争薬として、ジャムーと呼ばれる民間の薬用ドリンクに加えられている。インドや中国では、風邪や肺炎、毒蛇の交渉など様々な病気の治療に使われている。インド伝統的医学であるアーユルベーダでも先進ムは、頻繁に利用されている。ベトナム語では、シュイエントムリーンと呼ぶ。 先進連は湿った日陰の場所で育ち、30から110センチメートルまで成長する。根、葉、すべての部分において、非常に苦く、インドでは、キング・オブ・ビター、苦味の王様と言われている。アーユル・ベーダのハーブとしては、カーメグとして知られており、地球の単獣と呼ばれることもある。古代以来、先進連は、知った医学や、アーユル・ベーダなど、 インドの伝統医学において用いられてきた。知った医学の薬局方では、ニラベンブクダニアクワーナムが存在し、センシレンはその主成分である。名誉クリニック大体医学書においては、特定の植物と組み合わせることにより、風邪の症状、期間を改善し得ると記載されている。さらに加えて、妊婦は流産しーるので使用してはならないと記載されている。信者によれば、 米国家庭医学会の風邪のガイドラインでは、先進連は、成人の風邪の持続期間や重症度を改善しうると、している。あるコントロール知見では、先試連は、上気道感染症の症状を改善しうる根拠があるとしている。一方で、国立健康、栄養研究所の当該項目によれば、癌への治療は根拠が一切確認されていない。カナダ保健省は、 先進伝を含む製品を使用しないように、また使用して体調に不安を感じている場合は、医療機関を受診するように勧告。オーストラリアトがは、先進伝を含む製品について、アナフィラキシーを含むアレルギー症状発症のリスクがあるとして注意喚起を行った。また、オーストラリアトがは、先進伝を含む製品を使用して体調に不安を感じている場合は、 医療機関を受診するように勧告している。先進伝の葉より抽出される、主成分はアンドログラフォリドであり、ゴーターによって単理された。基地の成分は英語、日本語。ありがとうございます。